ここがシャイコス遺跡よ。騎士団の方々いませんね。この足跡まだ新しいね。騎士団か盗賊団かその両、きっとフレンの足跡もこのかもな。ほらこっち早く。モルディオさんは暗がりに連れ込んで俺らを始末する気だ。始末ね、不気味な意味で同調しないでよ。仲良くしましょう。騎士団も盗賊団もいねえな。もっと奥に。奥って、い誰かいるようには見えないよね。まさか地下の情報が外に漏れてんじゃないでしょうね。地下？ここ最近になって地下の入り口が発見されたのよ。まだ一部の魔導士にしか知らされてない。それを俺らに教えていいのかよ。しょうがないでしょ、身の潔白を証明するためだから。身の潔白ね。地面に擦れた跡がある。発掘の終わった地上の遺跡くらい盗賊団にあげてもよかったけど。なら早く追いかけないと。ほら行くぞ。これくらい余裕だよ。じゃ、行くわよ。遺跡なんて入るの初めてです。そこ足元滑るから気をつけて。何見てんのよ。モルディオさんは意外とお優し、はあ、やっぱり面倒。別に一人でも問題なかった。リタはいつも一人でこの遺跡の調査に来る。そうよ。罠とか魔物とか危険なんじゃありません？何かを得るためにリスクがあるなんて。その結果何かを傷つけても。傷つくのがリ。そうよ。悩むことはないんです。何も傷つけずに望みを叶えようなんてない。心が。それにブラスティアは私を裏切らない。なんかリタってすごいです。何が大切なのか。私は適当に旅して回ってりゃ。遺跡の中って外とは全然違うんですね。うん、なんか不思議な感じ。見たことないものとかあるし。なんだ、カロルも初めてなんだ。まあね。
僕の専門は魔物を狩ることだし。お、これなんだろう。あんまその辺のものに触らない方がいいわよ。罠とかあるから。今何かカチッて落としませんでした？危ない、カロル。悪い、余裕なかったんでやりすぎた。これじゃあ罠にはまった方がマシだったよ。戦い足りねえな。来やがったな。この子、ダメ。発掘前のブラスティアって大昔の人は何を思ってブラスティアを遺跡に埋めたんで。さあね、その辺のことは今も研究中。こんだけあるならアクエブラスティアも落ちてん。どれもコアがありません。なんだ、それじゃあ動かないじゃん。コアもコンテナも完璧なんてブラスティア、そうそう発掘されないのよ。術式により魔術を発現するコア、その魔術を調整するのがコンテ。ブラスティアはそれぞれ異なった性能を持ち、その性能を表す門が。現代技術でコンテナの生産は可能だが、コアは再生不可能である。要するに発掘品を使うしかないコアは貴重ってわけだ。そうでもないよ。エステリーゼが言った本の内容はちょっと古いの。古いってどういうこと？発掘品より劣化はするけど、簡単なコアの復元は成功してる。本当ですか？だから私なら盗みなんてバカな真似はしない。そんな暇があるなら研究に時間を費やすわ。完全に修復するためのね。それが魔導士よ。立派な信念だよ。けどそれで疑いは晴れないぜ。その辺に。
そのコアをこれつく。このリングについてるの術式を文字結晶化することで必要に応じてエアルを照射するブラスティア。その説明ちょっと違う。照射してブラスティアにエアルを充填させるって、あんた知ってるの？古い遺跡の鍵代わりになるとお城の本で読みました。お城？撃てばいいのか。あのブラスティアのコアをそのソーサラーリングで撃つだけよ。狙うものに体を向け飛ぶ距離に限界があるから。はい、終了。あれはストリムの門、移動を示す紋章。侵入者退治の罠ね。邪魔、気をつけながらさ。いいの？私実はもっと奥にさ罠より怖いのが怖く。あんた持ってて。大事なもんじゃないのか。この先も何度か使わなきゃいけないから。じゃあ先頭歩く俺が。昔の人間はこんなリング一つでいろいろなもんを動かしてたのかね。ええ、この遺跡だけじゃなくて他でも同様の仕掛けが見つかってるわ。小さいくせに便利なんだね。誰かさんと違ってね。え、でもソーサラーリングの所有を認められるなんてリタもすごいです。ごく限られた人にしか与えられていないと聞いていましたから。信用されてんだな。あんた以外にはね。いっちょやるか。そうか。もうついファイヤーだ。よっと。セイムルカイチのざわめき心のブラスト。セイムルカイチのざわめき心のブラスト。セイムルカイチのざわめき心のブラスト。手出してください。こう？はい。何よこれ。さっきお城がどうとか言ってなかった？え？あ、それは。ああ、前に俺が城にいたんだよ。
騎士やってたんでね。はあ、あんたが騎士？何バカ言ってんのよ。信じられないかもしれませんが、本当のことなんです。はあ、いや、まだまだわからないことでいっぱいね。ったく、どいつもこいつも似たような反応しやがって。ほら行くぞ。あ、話すり替えられた。まさか編成を乱されるなんてな。後ろ。痛くしたらごめんなさい。不意打ちで勝てるとでも？こんなところで負けられません。びっくりした。ま、どんな状態の時。後ろから襲われたら。そういうことだ。先制攻撃あるのみよ。先制。何よ。ちょっと揉めてない。さっき貸したので。あ、お、今のうちに。痛くしたらごめんなさい。本気出しちまったな。なるほどな。そういう使い方。そういうこと。ちょっと終わらせようぜ。ひらめくコーラもうついファイヤーボール。ここへ。ささやかに大地のざわめきストーンブラスト。ひらめくコーラもうついファイヤーボール。あらほんだぜ。犬のくせにやるじゃない。
リベンジなら受けて立つ。本気出しちまったな。Round.
あの天井が崩れてきたりしたら私たち生き埋めになってしまいますね。何不吉なこと言ってるの、エステル。本当にそんなことになったら。バカっぽいわよ、あんた。そんなやわな作りなわけないでしょ。エステルが変なこと言うから天井が崩れて。あれ、はあ、悪い。足元の石につまずいちまった。あんたわざとでしょ。ユーリ、意地悪です。さっさと用事を済ませて早くこんな遺跡から出ようよ。戦い足りねえのか。
足を働かせる気？ちょっと終わらせようぜ。戦い足りないな。おい、うわ、何これ、これもブラスティア？こんな人形じゃなくて俺はアクエブラスティアが欲しいな。ちょっと不用意に触んないで。この子を調べれば念願の自立術式を。あれ、嘘、この子も。リタ、お前のお友達がいるぜ。ちょっと、あんた誰？わ、私はアスピオのブラスティア研究員だ。だとさ。お前たちこそ何者だ？ここは立ち入り禁止だぞ。
私はあんたを知らないけど、あんたがアスピオの人間なら私を知らないわけないでしょ。むちゃくちゃ言うな。て、邪魔の多い仕事だ。騎士といい、こいつらといい。
追っかけてぶん殴ろうぜ。穏便に行きましょう。全身の力がみなぎる。力が湧いてきました。あとは動力を完全に立てば。リタも早く。分かってるわよ。あんたも早く。でもフレンは。あんな怪しい奴がうろうろしてるところに。じゃあもうフレン多分もうここにはいない。あの子を調べたら自立術式が解析できたのに。そのために僕らを戦わせたの。当たり前でしょ。告白人だよ。泥棒探しのついでに手伝ってもらっただけよ。口じゃなく足使えよ。文句なしの勝利です。Thank you.
コが出てきやがって。油断大敵です。ゆらめくの村もう中心ファイヤーボール決まりました。メタロン、俺。あれ？コア盗んで歩くなんてどうしてやろうかしら。やめてくれ。やめて。俺は頼まれただけだ。ブラスティアのコアを持ってくればそれなりの報酬をやるって。お前テートでもコア盗んだよな。テート？お前じゃねえってことは。ああ、デデッキの野郎だ。そいつはどこ行った？今頃依頼人に金をもらいに行ってるはずだ。依頼人だと？どこのどいつだ？鳥向こうにいるってだけで詳しいことは知らねえよ。顔の右に傷のある赤眼でバカに体格のいい大男だ。そいつがコアを集めてるってこと？ソーサラーリングもどこかで盗んだのね。盗んでなんていねえ。仕事の役に立つって依頼人に渡されたんだ。嘘ね。コソ泥の親玉なんかに手に入れられるものじゃないわ。ほんとだ、信じてくれよ。なんか話が大掛かりだし、すごい黒幕でもいるんじゃない？カロル先生冴えてるな。ただのコソ泥集団でもなさそうだ。騎士も魔物もやり過ごして奥まで行ったのに。騎士？やはりフレンが来てたんですね。ああ、そんな名前のやつだ。くそ、うっさい。ちょ、リタ、気絶しちゃったよ。どうすんの？後で町の警備に頼んで、ヒロ。それじゃ、アスピオに戻るか。ちょっと終わらせようぜ。勝利の雄たけびを。
肝心のフレンはいませんでしたね。その騎士何者なの？ユーリの友達です。ふーん、あんたの友達ね。それは苦労するわ。なん別に。で、なんでそいつがこの町にいるの？ハルルのシルトブラスティアを直せる魔導士を探して。ああ、あの青臭いのね。私のとこにも来たわ。フレン元気そうでした？元気だったんじゃない？騎士の妖精なら他の魔導士が動くだろうし、もうハルルに戻ったんじゃない？そんな。で、疑いは晴れた？リタは泥棒をするような人じゃないと思います。思うだけじゃやってない証明にはならねえ。でもいいよ、かばってくれなくて。けどま、お前は泥棒よりも研究の方がお似合いだもんな。ユーリは素直じゃないんです。変なやつ。警備に連絡してくるから、先に私の研究所戻ってて。って言われても、あの怖いおじさんたちが通してくれるかどうか。そうね、これ持ってって。それ見せれば通れるから。サンキュー。いい、私の許可なく街出たら。ユーリの追ってるコア泥棒がリタじゃなくてよかったですね。ん？なんだその理屈は。俺は別に誰がコア泥棒だって構わねえぞ。リタだったら面倒がここで片付いてくれて大歓迎だったのにな。リタが聞いたら怒るよ。まあ、真犯人の手がかりはバッチリ手に入ったしな。まずはよしとするさ。